けれどもホームズには田舎も海も少しも魅力を持ってはいなかった。彼は100万の大衆のまただ中に寝転んで、空想と推理の糸を自由自在に広げたりたどったりして、いろいろな未解決な問題に暗示を与えたりすることの方を愛していた。自然の鑑賞力、そういうものは彼のたくさんの才能の中にも座を占めることはできなかったのだ。だから彼が田舎へ行くということも、結局は都会の犯罪を探すため、田舎の彼の兄弟の後をつけていくというような場合に過ぎないのであった。私は、ホームズが喋りすぎているということが分かったので、無味乾燥な新聞を傍らに放り投げて、椅子にうずまって黙想にふけった。と、不意にホームズの声が、私の意識を呼び覚ました。君の言う通りだよ、ワトソン。彼は言った。それはこの問題を解決するのには、ちと無理な方法のようだね。最も不自然な方法だよ。私は叫んだ。が、その時、私は、彼が私の心の一番奥にあるものをちゃんと感じているということに気がついたので、私は椅子の上に置き直り、思わず驚きの目を見張って彼を見つめた。どうしたと言うんだい、ホームズ。私は言った。僕は思いもよらなかったよ、こんなことは。彼は私の驚愕を見て心から笑った。君は、僕が、もうだいぶ前に、ポーの書いた写生文の一つの中にある一節を、読んだことを覚えてるだろう。あの中に、用意周到な推論者が、その友達の腹の中の考えを見抜いてそれに従うところが書いてあったが、この場合もそれと同じことなんだ。僕に言わせれば、僕は君が怪しいと疑っているような癖がいつもあるんだよ。いや、そんなことはないよ。多分、これは君の言葉からじゃなくって、君の目つきから気づいたことなんだろうと思うのだけど、ワトソン君。君は今新聞を放り投げて、何か考え出したろう。それを見たとき、僕はそれに気がつくことができたんだ。そして結局君の意見に同意することになったんだよ。けれども私はまだ満足しなかった。今、君は、ある推理家が、彼が注意して見守っている一人の男の動作から、彼の結論を引き出したという例を引いていたね。もし僕の記憶に間違いがないとしたら、多分その場合には、その相手の男は石につまずいたり、星を眺めたり、なんかそんなことをしたはずだ。ところが僕は静かに僕の椅子に腰掛けていたのだけれど、でも、何か手がかりになるようなものを、君にあげることができたのかしら。君は故意に歪めて考えているよ。一体人間の顔というものは、感情を表す道具として人間に与えられたものなんだ。そのうちでも君の顔なんかは、最もよく感情を表す顔なんだよ。というと、つまり君は、僕の顔から僕の思索の筋道を読んだというわけなんだね。そうだ、君の顔から、というよりも特に君の目からだ。君はどんな風にして君の瞑想が始まったか、もう一度思い出してくれることはできないかしら。そうだね、できないな。それなら君に話してあげよう。君は、新聞を放り投げてから、実を言えば君がそうしたからこそ、僕は君に注意したのではあるが、ポカンとしたような表情をして、しばらく座っていた。その時君の両目は、新しく額縁、円は底本では円、に入れたゴルドン将軍の絵の上にじっと注がれていたろう。そして君の顔を見ると、確かに何か瞑想しているらしい表情の流れのあるのに気がついたんだ。やがて君は、君の本棚の上にあるヘンリー・アドビーチャーの額縁なしの肖像画へ目を移した。それから壁へ目をやった。無論、君がそういうふうに目を移していった目的ははっきりしているさ。君はその肖像画を額縁に入れたら、壁のむき出しになっているところへかけて、ゴルドンの肖像画と釣り合いの取れるようにしようと思っていたんだろう。実に君は気味の悪いように僕の気持ちをよく見といたんだね。私は叫んだ。迷うことなくはっきりわかったよ。
いいかね。それから君の考えはまたビーチャーに戻ってきた。そして君はビーチャーの性格を研究でもするかのようにじっと熱心にそれを見つめ出したろう。がやがて君は目をすぼめるのをやめにした。しかし君は依然としてその肖像画を眺め続けていたが、その時の君の顔は何かものを考えふけってる顔つきだった。君はビーチャーの生涯に起きたいろいろな出来事を思い起こしていたに違いないんだ。僕には君がビーチャーがあの革命戦争の時北方の利益のために企てた使命のことを考えていたということが確かに分かってるんだよ。なぜなら君はいつだったか彼が我々国民の動乱を被らされたということについてひどく口外していたことのあったのを僕は覚えてるから。だから君がもしビーチャーのことを考え起こすときは必ずそのことを考えないではいられないと僕は思うんだ。それからその次の瞬間だが僕は君がその肖像画から目を離したのに気がついたんだ。僕は君の心が革命戦争のことに向いてきたなと推測したね。とそう思うと君は唇を固く結んで目を輝かし両手をきつく握りしめていたじゃないか。僕はそれを見て君はあの革命戦争の戦いの時両軍によって示された華々しさを夢見てるんだなとそう想像したよ。ところがその時君の顔は再び物悲しそうになった。そして君は頭を振ったろう。君はその時確かに悲しさと恐ろしさとそれから人生の寂しさを感じていたに相違ないんだ。君の手は君の古い傷跡の方へ伸びていった。そして君の唇にはかすかな笑いが震えていた。こうしたことは僕に君の心の上に置かれたこの国際的な問題を解決する上に不思議な珍しい一面を見せてくれたんだ。つまりこういう点から僕はそれが不自然なやり方だという君の意見に同意したわけなんだが、僕は喜んでいるよ。僕の推断の間違いを全て正されたことを。全くその通りだ、私は言った。君にそう説明されてみると僕は実際前の時と同様驚かされるね。ワトソン君、それは表面だけのことだよ。もし君がこの間君の注意深いところを見せてくれなかったら僕はおそらく君の注意の動きなんかに目をつけやしなかったろう。それはそうと、夕方になったら少し風が出てきたらしいね。どうかね、ロンドン中をぶらつくのは。私はその狭い部屋に疲れていたので喜んでそれに同意した。私たちは3時間ばかり一緒にフリートストリートや側の岸などをさまざまな生活省を眺めながらぶらついて回った。ホームズの細かい鋭い観察力を持った、そしてまた推理の深い力を持った独特な話は私を楽ませ少しも飽きさせなかった。そうして私たちがベーカー街に帰ってきたのは10時過ぎだった。ふと入り口の外に1台の一棟建ての箱馬車が止まっていた。ふーん、わかったとホームズは言った。医者、内科も外科もやる開業医の馬車らしいな。ちょっと調べてみたまえ。きっと何か相談にやってきたに違いないよ。いいところへ帰ってきたね。私はホームズがそう推定したことについて話し合った。そしてその馬車の内側にランプの光の中にかけられてあった偏細工のバスケットの中に入っているいろいろな医者の機械をちょうらべてみた。それはホームズに彼の敏速な推断を下す材料を与えたものだったのだが、私たちの部屋から漏れる明かりはこの夜遅い訪問客が私たちを待ち設けているということを物語っているように見えた。私はそんな時間に私の仲間の医者をホームズのところへよこした事件というのはどんな事件なのだろうとある好奇心を持ってホームズの後から私たちの居間に入っていった。私たちが入っていくと火の側の椅子から顔色の青い細面のひげを生やした男が立ち上った。年の頃は33、4歳より上ではなさそうだったが、彼のやつれた表情と不健康そうな顔色とは彼の青年時代を奪い彼の力を絞り取ったその生活を物語っていた。彼の動作は敏感な紳士のように神経質的で内気だった。
そうして彼が立ち上るまで暖炉にかざしていた彼の痩せた白い手は、外科医の手というよりはむしろ芸術家の手という方がふさわしいくらいであった。彼の服装は穏やかな厳かなもので、黒いフロックコートに暗い色の島ズボン、それらに調和したネクタイを結んでいた。よくいらっしゃいました、先生。とホームズは気軽に言った。あまりお待たせしなかったようで幸いでした。別棟にお聞きになりましたか？いや、サイドテーブルの上のろうそくを見ればわかります。まあ、どうぞおかけください。どんなことが起きましたかな？私は医者のペルシート・レベリアンと申す者です。と私たちの訪問客は言った。ブルック街403番地に住んでおります。あなたは神経障害について論文をお書きになった、あの方ではありませんか？私は聞いてみた。彼の青白い方は、自分のした仕事を私が知っているということを聞いて、嬉しさで赤く輝いた。その通りです。私自身、もう葬られてしまったと思っている自分の仕事について、そんなお言葉を聞いたのは初めてです。彼は言った。私の本の発行者は、その売れ行きが悪いと言って、すっかり私の勇気をくじいてしまいました。ですが、あなたご自身も、やはり医業をおやりなのですか？私は退職外科軍医ですよ。そうですか。私はずっと精神病ばかりをやっております。私はそれをうんと研究してみたいと思っているのですが、無論なんですよ。人間は最初に始めたことをやり通すべきなんですがね。しかし、こんなことを喋っている時じゃありませんね。シャーロック・ホームズさん。実はこうなんです。最近、私のブルック街の家に、実に奇妙な事件が持ち上がってるんです。で、今夜はとうとう、明日まで待つことができずに、あなたのお力を拝借にやってきたわけなんです。シャーロック・ホームズは腰を下ろして、パイプに火をつけた。本当によくいらしってくださいました。彼は言った。どうか、あなたを悩ましているというその事件を、細かく詳しくお話になってくださいませんか。その一つ二つは実際つまらないことなんです。トレベリアン医師は言った。実際それをお話しするのはお恥ずかしいくらいなんです。しかし事件は実に合点がいかないばかりか、最近あなた方にお話ししなければならなくなったほど込み入ってきたのです。どうか私がお話しするところから寛容な箇所とそうでない箇所とをご判断なすってください。最初にどうしても順序として私の学生時代のことからお話しなければなりません。ご承知のように私はロンドン大学の卒業生なんです。実は自分で自分のことを褒めてお話しするのは変なものなんですが、私は学生時代、大学の教授たちから前途を大いに瞩目されていたのでした。だものですから、私は卒業してからも、キングコレッジ病院に職を奉じながら、自分の研究に没頭することを続けておりました。私は幸福にも、頂き看病の病理学を研究することに、異常な興味と興奮と思っていたのです。そしてただいまあなたのお友達が私をおからかいになった例の神経障害に関しての論文によって、ブルース・ピンカートン賞と勝敗とを勝ち得ることができました。けれども私は、よしその時、そんなに素晴らしい前途が目の前に開けていても、私はそれから先に進むべきではなかったのです。というのは、私の待望を遂げるには、一つの大きな障害を乗り越えなければならないのでした。こう申せばあなたにはもうすでに了解していただけたことと思いますが、偉くなろうという高い望みを持っている専門医は、カベンディッシュスクエア区のうちの12街のどれか一つに開業しなければなりませんでした。ところがそこに開業するには、素晴らしく高い家賃の家を借り、家の中もお金をかけて飾らなくてはならないのです。おまけに、こうした予備的入費の上に、4、5年は遊んで食うだけのお金の用意と、また見かけの立派な馬車と馬とを雇えるだけのお金を持っていなければならないのでした。こうしたことをするのは、全く私の力以上のことで、でなくても、
少なくも10年間私が倹約して貯金してからでなくてはそんなことはできそうもなかったのです。ところがどうです、その時突然全く思いもかけなかった一つの出来事が私に新しく私の前途の望みを開いてくれたのです。それは私には全然赤の他人のブレシントンという名の紳士に訪問されたことでした。彼はある朝突然に私の部屋にやってきて、いきなり話を切り出しました。あなたは例の大学時分非常な優れた成績をお上げになって、そして最近例の勝敗をおもらいになったあのペルシート・レベリアン君でしょう。彼は申しました。私はそうだと答えました。ではどうぞ率直にお答えになってくださいませんか。彼は続けました。そうしてくださる方があなたのおためになるのです。あなたは人間を成功させるための賢さはみんな持っている。ところで世才は終わりですか。私はそのぶしつけな質問に思わず笑わずにはいられませんでした。ええ、まあ相応にはあるつもりです。私は答えた。では何か悪い習慣は。お酒をお飲みになるなんてことはないんでしょう。もちろん飲みません。至極結構、そりゃ結構です。しかしもう一つ聞かなくちゃならないことがあるんです。それなら、それだけの条件が揃っているのになぜ開業なさらないのですか。私は肩をそびやかしました。よござんす、よござんす。彼は彼一流のせわしない口調で申しました。そんなことは分かりきっている話です。あなたはあなたのポケットの中よりあなたの脳の中の方がたくさん貯蓄があるんでしょう。え、そうじゃありませんか。ところでどうでしょう、私はあなたをブルック街に開業させてお上げしたいと思っているんですが。私はびっくりして彼を見つめました。いや、それはね、あなたのためではなく私自身のためなんですよ。彼は声を大きくして言いました。私は何もかも洗いざらい隠すことなく率直に申しますよ。その方があなたにもいいでしょうし、また私にも大変都合がいいんですから。実は私はここに数千ドルなんかに投資したいと思ってるお金があるんです。そこで私はそれをあなたにかけてみたいと思ってるわけなんです。しかしそれはどういうわけでそうお思いになったのですか。私は喉の詰まったような声で言った。理由ですか。それはつまり他の者の投機をやるのと同じような理屈からです。でもその中でこれは一番安全ですからね。でもしそうしてくださるとしたら、私はどういうことをしたらよいのでしょう。それをお話ししましょう。私は家を建てて、それをすっかり飾りつけて、召使いたちの給料を払って方々へ宣伝をする。それは私がやります。ですからあなたはただ診察室に座っていさえしたらいいのです。大小遣いやその外身の回りのものは私がみんな心配してあげます。その代わりあなたが稼いだ4分の3を私にください。そしてその残りはあなたの収入ということに。ホームズさん、これがブレシントンが私のところへ持ってきた奇妙な申し込みの条件だったのです。それから私は彼とどんなふうに取引し、どんなふうに約束したかはくどくどと申し上げるまでもないことでしょう。私は次の通告説に引っ越していって、そして彼が初め申し出たのと同じ状態のもとにいよいよ開業したのでした。そしてブレシントン自身もちょうど入院患者のような格好で私と一社に住むことになりました。彼は心臓が弱く、いつも医者の監督が必要らしいのでした。彼は1階の最上棟の部屋を2部屋占領して、一つは居間に、一つは寝室に使っておりました。彼は奇妙な孤独癖の人間で、人ともあまり交際せず、外出することなどはほとんどありませんでした。彼の日常生活はむしろ不規則的でしたが、しかしただある一つのことに関してだけは実に規則そのもののように正確でした。それは毎日夕方になると診察室の中に入ってきて帳簿を調べ、それから私が稼いだお金を
1ギニアについて5シルリングと3ペンスだけ置いて、あとの残りはみんな持って行って、自分の部屋の中に置いてある丈夫そうな箱の中にしまうことでした。さて次に商売の方ですが、少なくも私の知ってる範囲では、彼がその評判を悲しまなければならないような機会は、ただ一度もなかったろうと確信しております。それは初めから成功でした。私がその前に、病院で勝ち得ておいた評判や、また2、3の成功などのために、私はすごい勢いではやり出しました。そしてこの1、2年の間に、私は彼をすっかりお金持ちにしてやってしまったのです。ホームズさん、私の今日まではこんな風な生涯だったのです。そしてまたブレシントンとの関係も今お話したようなわけだったのです。そこでこれからお話しなければならないのは、今夜の出来事なのですが、ちょうど2、3週間前のことでした。ブレシントン氏が突然に、私のところへやってまいりましたが、彼はなんだか変にイライラしているらしいような様子でした。そして彼はしきりに西部地方で起きた盗難事件のことを話し、滑稽なほど興奮して、どうしても私たちも2、3日のうちに窓や扉へ丈夫な缶抜きをつけなくてはならないと主張するのでした。そうしてそれからというものは1週間の間、毎日休みなく窓から外を覗いては見るのです。そして彼が昼飯を取る前には必ずその辺をブラブラしてくる恒例の散歩もやめてしまって、その奇妙な興奮状態にいるのでした。こうした彼の様子から私は、彼が何かの脅迫観念にとらわれているのに相違ないと感づきました。しかし私が彼に何かそのことについて聞き出すと、彼は猛烈に反抗的になってきて、どうしても何か他のことに話をそらしてしまわないわけにはいかないのでした。が、ありがたいことに、そんな風にしてしばらく日を経ているうちに、次第に彼の脅迫観念は消えていって、また普通の彼に帰ったのです。ところが、事実はそれはつかの間の喜びで、また新しい出来事が彼を再び気の毒な虚脱の状態に戻らしてしまったのでした。そうして現在彼はその状態にいるのです。一体その彼を再びそんな状態に追い込んだ出来事というのはどんな出来事なのかと申しますと、2日前のことでした。今あなたに読んでお聞かせしますが、一通の日付もなければ住所も書いてない手紙を受け取ったのです。こちらはただいまイギリスに滞在中のロシアの貴族ですが、とその手紙は書き出されていました。ペルシー・トレベリアン博士にご診察をぜひお願いしたいと思っております。実はこちらの患者は数年来頂き感の発作に悩まされているのでございます。幸いトレベリアン博士は頂き感病の大家であると聞きましたので、明日午後6時15分頃にお伺いいたしたいと思います。ご迷惑でもご在宅のほどお願い申し上げます。この手紙は私に深い興味を起こさせました。なぜなら、この頂き看病の研究にとって、一番苦しいことは患者が非常に少ないということだったからです。ですからその翌日、その手紙が指定してきた時間に、私はちゃんと診察室に座って、その患者の来るのを待っていたことは申すまでもありません。その男は念を取った、痩せぎすな真面目そうな当たり前な男で、どこにもロシアの貴族といったような感じは少しもありませんでした。がそれよりももっと私を驚かしたのは、その患者の付け添いの男でした。それは背の高い若い男で、色の浅黒いしっかりした顔つきに、ヘラクレスのような丈夫そうな四肢と胸とを持っている、見るから堂々とした男でした。彼は患者を肩に寄りかからせながら入ってきて、静かに椅子に腰掛けさせました。彼の表情を見ていただけでは、彼のどこにそんな風に患者をいたわる優しさがあるのだろうと思えるほど、彼は堂々としていたのです。ごめんください先生、と彼は流暢な英語で挨拶しました。これは私の父でございます。私にとってはこの父の健康は何者にも代えがたい大切なものなのです。私は彼のその子としての心痛に痛く心を動かされました。診察にお立ち会いになりますか？
私は言いました。とんでもない。彼は恐ろしそうな顔をして叫びました。とても私には苦しくって見てはいられないんです。私は父親がこの病気の発作に襲われるのを見るたびに、まるで死んだような気がするのです。私の神経組織はお話にならないほど弱々しく敏感なんです。私はお許しをいただいて、診察が終わるまで待合室で待っております。無論私は彼の申し出に同意しました。そしてその若い男は診察室から出て行きました。こんな風にしていよいよ私は患者と二人きりになり、その診察に移り、私はその様子を熱心にノートに記していきました。患者にあまり高い教養はないらしく、時々その答弁は曖昧に分かりにくくなりましたが、私はそれを彼が私たちの国の言葉にまだ不慣れだからだというような様子を装ってやりました。けれどもそのうちに突然に彼は私の問いに答えるのをやめましたので、私は驚いて彼を見ていますと、彼はやがて椅子から立ち上って、全く無表情な肩はばった顔をして私をまじまじと見つめるのでした。言わずと知れた、彼は例の神秘的な精神錯乱の発作にとらわれたのです。実際の話、私がその患者を見てまず一番最初に感じたのは同情と、それから恐れとでしたが、その次に感じたのは確かに学問的な満足だったことを白状します。私はその患者の脈の状態や性質やを詳しく書き留め、それから彼の体の筋肉の硬直性を試してみたり、またその感受性や反応の度合いを調べてみたりしましたが、これらの書店の診察では私がかつて取り扱った患者と特別に違ったところは何もありませんでした。そこで私はこうした場合に患者に亜硝酸アミルを吸入させて良い結果を得ることを思い出しましたので、この時こそその効果を試してみるのに良い時だと考えつきました。ところがその瓶は折りやしく開花の実験室に置いてありましたので、私は患者を椅子に腰掛けさせたまま残しておいて、それを取りに開花に降りたのです。そしてそうですね、せいぜい5分、その瓶を探すのに手間取れたのですが、すぐ急いで診察室に引き返しました。ところがどうです、その暇に患者は私の診察室からどこかへ出て行っちまって、室の中は空っぽなんじゃありませんか。まあその時の私の驚き方をご想像ください。無論私は第一般に待合室に飛んで行ってみましたよ。するとどうです、その息子もやっぱりいないのです。大広間のドアが閉められてはいましたが、鍵がかけてなかったのですね。その患者たちを案内してきたボーイはまだ来たばかりのボーイで、とにかく気が利かないのです。で、彼はいつも開花に待っていて、私がベルを鳴らすと2階へ飛んで登ってきて、患者を下へ連れて降りることになっていたのです。そのボーイも何も物音を聞かなかったというのです。こうしてこの日のこの事件は全くわけのわからないままに済んでしまったのでした。が、それからしばらくしてブレシントン氏がその習慣の散歩から帰ってきましたが、しかし私はその事件については何も話をしませんでした。というのは、なるべく彼とうるさい事件についてはかかり合わないような方針をとっていたからなのです。こんなわけで昨日は不思議な事件が起きたままで暮れてしまい、それから今日は私はまた今日の仕事に追われて、ついそのロシア人親子のことを忘れておりました。ところが今日の夕方のこと、ふと私は診察室に入ってくる彼ら親子を見てびっくりしたのです。しかも時間まで昨日と同じ時刻だったではありませんか。どうも昨日は突然に黙って帰ってしまって去るわけございません、とその患者は言い訳を申しました。いいえ、どうしまして。けれどちょっと驚きましたよ。私は答えました。いえ、実はそのこういうわけなんでございますよ。患者は話し出しました。私はいつも例の発作が起きた後は心に雲がかかったようになって、その前にあったことをすっかり忘れちまうのです。だものですから昨日も発作から覚めてみますと、見たことのない変な部屋におりますでしょう。
で、これは怪しいぞと思いながら立ち上ってふらふらと表の通りに出て行ってしまったんでございます。ちょうど先生が部屋にお見えにならない最中に、私はまたと彼の息子は話を継ぐのでした。見ていると親父が待合室の入り口からふらふらと入ってくるんでしょう。ですからこれはてっきりもう診察が終わっちまったことだろうと思いましてね、家へ帰って親父から事情をいろいろ聞いてみるまでちっとも気がつかずにいたんです。そうでしたか、そりゃどうも。私は笑いながら答えました。いや構いませんよ、私の方はちっとも迷惑しなかったんですから。ただどうしたんだろうと思ってひどく孫つきはしましたがね。では待合室でお待ちください。昨日の診察の続きをやってしまいましょう。もうじき終わりそうなところまで行っていたんですから。それから30分ばかりの間、私はその老紳士と彼の病気の兆候について話し合ったり診察したりして、すっかり記録を取ってから、やがて彼はその息子に手を取られながら帰っていきました。そこで私はちょうどその日もほどなく散歩から帰ってきたブレシントン氏にこの患者の話をして聞かせました。するとその話を聞き終わるか終わらないかの時でした。ブレシントン氏は慌ただしく2階に駆け上っていきましたが、やがてすぐ飛んで降りてくると、いきなり私の診察室に飛び込んできたのです。その格好は発作に襲われた狂人さながらなのでした。僕の部屋に入ったやつはドイツだ。彼は怒鳴りました。誰も入りませんよ。私は答えました。いいや、嘘だ。彼はうなるように言うのでした。上がってきてみろ。私は彼が強迫観念に襲われて半分正気を失っている時に使う乱暴なそやな言葉遣いは平気で聞き流すことに慣れていた。私は彼の言うままに2階に登って行ってみますと、彼の指さすカーペットの上にありありと人の足跡が3つ4つ記されているのでした。君はこれを僕の足跡だというつもりか。彼はなお怒鳴り続けました。それは確かに彼の足跡よりはるかに大きいもので、おまけに極めて新しく鮮やかについていました。ご承知のように今日の午後は雨降りでした。そして午後にやってきた患者は彼ら親子より外にはなかったのです。ふとすると事実はこう思われなくてはならなくなります。私が患者を診察している間に待合室にいた彼の息子がこの部屋に入り込んだに相違ないと。事実そこには何も手がかりも証拠も見当たりはしませんでしたけれど、この足跡が何よりもはっきり彼が侵入したことを物語っているのでした。ブレシントン氏はすっかり興奮してしまいました。無論こういうことは普通の人だって心の平和をかき乱されずにいられるものではありません。彼はなんだかわけのわからないことを叫びながら椅子に腰を下ろすと、めちゃくちゃなことを口走り始めて、どうにも手がつけられないんです。で、私があなたのところへ伺ったのも実は彼の意思なんです。もちろんこんな事件はすぐ解決のつくことだろうと私は思っているんですが、事実ブレシントン氏は非常な重大問題か何かのように思っているらしいんですが、しかし本当はごく単純な出来事なんですからね。そんなわけでもう今からすぐ私の馬車で私と一緒に来ていただけますようですと、よしその事件の解決はすぐつかないにしても彼は平静にしてくださることができると思うんですが、シャーロック・ホームズは彼の長い話を熱心に聞いていた。私はそのホームズの様子を見て、彼の心の内にその事件に対して興味が湧いてきたらしいことを見て取った。彼の顔の表情は少しも変わりはしなかったが、彼のまぶたは重く彼の上に垂れ下がり、彼の唇からはあたかもその医者の話す一つ一つの珍妙な物語をさらに不思議にするかのように濃いタバコの煙がもくもくと吐かれていたが、やがて私たちのその訪問客が話を終わると、ホームズは物も言わずに突然立ち上った。そして私に私の帽子を手渡し、自分のもテーブルの上からつまみ上げて
トレベリアン博士の後について入り口の方に出かけた。こうしてそれから20分ばかりの後、私たちはブルックストリートにあるトレベリアン博士の住居の前で馬車を降りた。そして小さな少年の給仕が出てきて案内してくれたので、私たちは直ちに美しいカーペットの敷いてある階段を上って2階に行こうとした。とその時奇妙な故障が起きて、私たちはそのままそこへ立ちんぼうをさせられるようなことになった。というのは、その時不意に階段の頂についていた電灯が消えて、暗闇の中から奇妙な震え声が聞こえてきたからである。僕はピストルを持ってるぞと、その声は叫んでいた。もしそれから一歩でも近寄ってみろ、俺はぶっ放すから。ブレシントン氏、何を乱暴なことをなさるんです。トレベリアン博士は叫んだ。ああ、博士、あなたですか。その声はほっとしたように言った。だがその他の男は何者ですか。何をしに来たんです。私たちは闇を通して長い間見つめ合っていた。わかりました、わかりました、さあどうぞ。やがてその声は言った。どうもお気の毒なことをしました。あんまり私が用心深すぎてご迷惑をおかけしまして。彼はそう言いながら階段の明かりを再びつけた。そこで私たちは初めて、私たちの前に奇妙な格好をした男の立っているのを見ることができた。その男の顔つきはちょうど彼の声と同じように、そのやぶのように入り乱れた神経をそのまま表していた。彼は非常に太っていたが、しかしいつかはそれよりもっと太っていたらしく、ちょうど猟犬のブラッドハウンドの方のように緩んだ皮袋のような皮が顔の周囲に垂れ下がっていた。そうして彼の顔色は一目でわかるほど猟人らしい色艶で、その痩せた赤茶けた頭髪はいかに彼の感情が激しいかを物語っていた。彼は案の定手にピストルを持っていたが、私たちが近寄っていくとそれをポケットの中にしまってしまった。今晩はホームズさん、よくいらしってくださいました。彼は言った。実は大事件が起きましてね、どうしてもあなたにご足労を願わなければならなかったのです。おそらく今まで私ぐらいあなたのお力を必要としていたものはこの世界中に一人だってないでしょう。多分もうトレベリアン博士がこのけしからん侵入者についてあなたにお話ししたこととは思いますが。ええ、もう大体のことは伺いました、とホームズは言った。だが一体その二人の男というのは何者なんですか。ブレシントンさん、そうして一体何のためにあなたにそんな迫害を加えようとするんですか。そうです、そうです、そのことです。この入院患者は精神病者らしい神経質な様子をして答えた。それは無論言いにくいんです。ホームズさん、私はそれについてあなたにお答えすることはできないでしょう。とおっしゃるのは、あなたは知らないという意味なんですか。どうぞ、まあこちらへいらしってください。まあどうかこっちへお入りになってください、お願いですから。彼は私たちを彼の寝室の中へ連れて行った。その部屋は大きくて居心地よく飾り付けてあった。あれをご覧ください。彼は寝台の裾の方に置いてある大きな黒い箱を指差しながら言うのだった。ホームズさん、私は決して大金持ちではありません。トレベリアン博士があなたにお話しした通り、私はこの病院に投資した以外には何も事業などはしていないのです。そのくせ私は銀行にお金を預けることができないんです。私は銀行家を信用したことはまだ一度もありません。ですから私は、私の持っているすべてのものはみんなあの箱の中にしまってあるのです。とこれだけ申し上げれば、私の部屋に見ず知らずの人間が入ってくるということは私にとってどれほど重大な問題であるかということはお分かりになるだろうと思います。ホームズは物問いたげな様子をして
ブレシントンを眺めた。そしてそれから首を振った。もしあなたが私を信用なさらないのなら、私はあなたに何もお力になってあげることはできませんよ。彼は言った。いえいえ、しかし何もかもあなたにお話ししたんです。ホームズは不愉快そうな顔をして彼のかかとをめぐらすと、さようなら、トレベリアン博士、と彼は声をかけた。私には何も相談に乗っていただけないんですか。ブレシントンはうろたえた声で叫んだ。あなたに申し上げたいことは、真実をお話しなさいということだけです。それから数分の後、私たちは町へ出て家路をたどりつつあった。私たちはオックスフォード街を横切り、そしてハーレー街の中ほどまで下ってくるまで、お互いに一言も口を聞き合わなかった。ワトソン、あんなバカなやつのところへくだらなく君を引っ張り出してすまなかったね。ついにホームズは口を開いた。しかしあの問題のどん詰まりまで行けば面白い事件なんだよ。そうかね、僕には全然わからない。私は正直に白状した。とにかく何かの理由でこのブレシントンを付け狙ってる男が2人、いやことによるともっといるかもしれないが、少なくも2人いるということは確かなんだ。僕は最初の時もそれから2度目の時にも、例の若い男がブレシントンの部屋に忍び込んだに違いないと思ってるんだ。そしてその片方では、共謀者が実に巧みな計略で例の医者を診察室の中へ閉じ込めちまっていたんだ。だがしかし一人の男は頂き看病の患者だったのじゃないかね。なあに、君、アリア・ケビョーサ、ワトソン君、なんだか先頭以下に僕の方で教えるような形になって変だけれど、その真似をして仮病を使うぐらいのことは何でもないんだよ。僕にだってできる。ふむ、で、それからだね。前後2回とも、ブレシントンが外出中のことだったのは、偶然にそうなったのだということだ。それは、つまり診察してもらうのに、ことさらに夕方のそんな変な時間を選んだというのは、そんな時間なら待合室には誰もいないのにそういないからだったのだ。ところが、それが偶然にもブレシントンの毎日の規則と合ってしまったわけなんだ。その二人の男は全くブレシントンが毎日夕方になると散歩に出ることなどは知らなかったのだ。無論、もしその二人の男が何か略奪をする目的でやってきたのだとしたら、あのブレシントンの部屋に少なくもその辺を探し回ったらしい形跡がなくてはならない。その上、僕は大抵の場合、人の目を見ればその男が何か心に恐怖を持ってる場合にはちゃんと見抜くことができるんだ。そこで僕はこう見当をつけた。その二人の男はブレシントンをあだと狙ってる男にそういないとね。とすれば、その二人の男が何者だかブレシントンは知っていなければならないはずだし、それだからこそ彼はそれを隠して知らないような顔をしているのに違いないのだ。だが見たまえ、明日になるとあの男はきっと正直に何もかも打ち明けて話すようになるから。なるほど、それは確かにそうかもしれないね、と私は言った。だがその他にこうも考えられる。その頂き看病のロシア人親子の話はみんなトレベリアン博士の作り話で、ブレシントンに対して何かなすところあろうため、そんな話を作ったのではないかということだね。私はホームズが私のこの反対を耳にした時、にやりと得意げに微笑したのをガスの光の中に見た。僕もそれは最初に考えたよ、彼は言った。しかし僕は医者の話は本当のことだということを確かめることができた。というのは、例の若い男は階段のカーペットの上へもちゃんと足跡を残していっていたので、部屋の内へ残していったというその足跡を見に行かなくても僕はちゃんと分かってしまったんだが、ブレシントンの靴もあの医者の靴も先が尖っているのに、その足跡は四角なつま先で、そして医者の靴よりは1/3は大きいのだ。これを見れば
彼の話が作り話ではなさそうに思われたんだが、まあ今夜は早く寝て、寝ながら少し考えてみようよ。きっと明日の朝になるとブルックストリートから何か言って図解が迎えにやってくるから。このシャーロック・ホームズの予言はたちまち見事に当たってしまった。しかも最も劇的な筋道をたどって。というのは、その翌朝の7時半頃のことだった。窓から差し込む朝の薄明かりの中に、もう普段服に着替えたホームズが私の寝台の側に立っているのを見出した。ワトソン、馬車が迎えにやってきてるんだ、と彼は言った。何か起きたのかい？いいや、例のブルックストリートの事件だよ。ああ、じゃあ何か新しい知らせでもあったんだね。悲劇的な、しかも至って紛らわしい知らせなんだ。彼は部屋の窓の鎧戸を引き開けながらそう言った。まあこれを読んでみた前、ノートから破り取った紙の上へ鉛筆で直ちにご来がご救援願いたし、トレベリアンと書いてあるんだからね。多分医者はこのノートさえ書くのにやっとだったに違いないんだよ。とにかくよほど困ってるらしいんだから、行ってみてやろうじゃないか。それから2、30分の後、私たちは例の委員の前に着くことができた。と彼は恐怖に満ちた顔つきをしながら家の中から飛び出してきた。思いがけないことになったんです。彼はそう言いながら自分の手で自分の額を押さえた。一体どうしたというんです？ブレシントンが自殺をしちまったんですよ。ホームズは驚きの声を上げた。そうなんです、昨夜のうちにブレシントンは首をくくっちまったんです。私たちは家の中に入っていった。そして医者は私たちを多分待合室であろうと思われる部屋に案内していった。実際私はどうしたらいいのか全くわからないんです。トレベリアンは言った。巡査はもうとうに来て2階にいます。私はただもう震えているばかりです。あなたが自殺を見つけたのはいつ頃ですか？彼は毎朝早く決まってお茶をいっぱい飲むのが習慣だったんですが、今朝も7時に女中がお茶を持って部屋に入っていくと、その時にはすでに彼は部屋の真ん中にぶら下がっていたのだということです。いつもあの重いランプをかけることにしていた人しに紐を結びつけて、昨日私たちに見せたあの箱の上から飛んでぶら下がったものらしいですね。ホームズはしばらくの間じっと考えて立っていた。ねえ、どうでしょう？ホームズはやがて言った。僕も2階へ行って事件を調べてみたいんですがね。そこで私たちは医者に連れられて2階に登っていった。そうして私たちがその寝室に入ってみた光景は実に恐ろしい眺めだった。私はこれがブレシントンかと思われるようにぐにゃりとして垂れ下がっていたその様子をどうしてもここに書き表すことはできない。その人しからぶら下がっている様子はどうしても人間だとは思われなかったと言っても少しも誇張ではないのである。その首はひねられた鶏の首のように伸びて、余計に体全体を太っているように見せ、その対象の奇妙さといったらなかった。それはブレシントンの長い寝巻きをまとった粘土細工で、その下から膨れ上がったかかとと不格好な足とがニョキッと丸出しになっているのに過ぎないのであった。そしてその側にはすばしっこそうな警察の探偵が立って、しきりに懐中手帳に何か書き留めていた。ああ、ホームズさん。ホームズが入っていくと彼は言った。あなたがいらしってくだすったのは大変ありがたいです。おはよう、レーナー君。ホームズは答えた。余計な奴が侵入してきたと思わないでくれたまえよ。君はこの事件を引き起こした原因になるべきいろいろな出来事について聞いたかね？ええ、大体は聞きました。で、君の意見はどうかね？私の見ました限りでは、この男は何かの恐怖のために精神に異常をきたしたものじゃないかと思うんです。ご覧のようにベッドには寝ていたらしい形跡があり、しかも彼の体の形がそのまま深く残っています。普通、自殺というものは
朝の5時頃に行われるのが一番多いということはあなたもご存知の通りですが、彼の自殺もやはりその頃に行われたのじゃないかと思うんです。しかしいずれにしてもこれは慎重に考えうべき事件らしいような気がします。筋肉の固まり方から見ると死んでから3時間ぐらい経過していますね。私は言った。その外にこの部屋の中で何か変わったことはありませんでしたか？ホームズは尋ねた。螺旋回しと 2,3 の螺旋を手洗い台の上で見つけました。それから前の晩にはよほどひどくタバコを吸ったらしい紙を見ました。ここに暖炉の中から拾い出した葉巻の水差しが4つあります。ふーむ、ホームズは言った。彼の葉巻パイプを持ってますか？いいえ、そんなものは見えないようでしたよ。じゃあ葉巻入れは？ああ、それは上着のポケットの中にありました。ホームズはその葉巻入れを開いて、その中にたった1本残っていた葉巻の匂いを嗅いでみた。ああ、これは葉花だ。けれどその他のは東インドの植民地から輸入されるドイツタバコで、全然何か別種の葉巻らしい。それは君も知ってるように大抵はストローで包んであって、他の種類のものに比較すると長さの割に細巻きのものだ。彼はそこにある4つの吸い残りをつまみ上げて、それらを懐中レンズで調べてみた。このうち2つは確かにパイプで吸われたものだが、他の2つはパイプなしで吸われたものだと彼は言った。それから2つの口はあんまり鋭くない刃物で切ってあるけれども、他の2つは丈夫な歯で食い切ってある。レーナー君、これはなんだね。自殺じゃないね。これは実に巧妙に仕組んである冷酷な殺人だよ。そんなことはないでしょうと探偵は叫んだ。なぜさ？なぜって、そうじゃありませんか。首をくくらせるなんて、そんな気の利かない人殺しの仕方なんてあるものですか？いや、それは僕たちが発見した時の死人の様子なんだよ。しかしそれならどこから入ってきたんでしょう？前の入り口からさ。でも今朝はそこにはちゃんと缶抜きがかかっていましたよ。そりゃ仕事が済んでからかけたからさ。だがあなたはどうしてそれをご存知なんです？ご存知なんですは定本ではご存知ないんです。その後がちゃんとあるよ。ちょっと待ちたまえ。今君にもっと不思議なことを見せてあげるから。彼は入り口のドアまで歩いていった。そしてそこの鍵を彼独特の法則にかなったやり方で調べた。それから内側にある鍵も取って調べてみた。また寝台も敷物も椅子も暖炉も死体も綱も順々にみんな調べてみた。彼の満足がいくまで。そうして私と探偵との手を借りて、その死骸を下に下ろしてうやうやしく覆い物で覆った。この綱はどこから持ってきたものなんです？彼は聞いた。これから切ったんですよ。トレベリアン博士は寝台の下から大きな綱の束を引っ張り出しながら答えた。ブレシントンはむやみに火事を怖がったんです。だものですから、もし火事が起きてきて階段が燃えるようなことがあった場合、窓から逃げられるようにというので、この綱をいつも自分の側に置いといたんです。なるほどね。その綱が彼の生命を救うどころかかえって奪ってしまったというわけなんですね。ホームズは感慨深そうにそう言った。それで大体事件は想像がつきましたよ。今日の午後までにはすっかり判明させることができると思います。あの暖炉の上のブレシントンの肖像を取り下ろしてもいいでしょう。ちょっと調べてみたいことがあるんですが。けれど私にはまだ何も話してくださらないじゃありませんかと医者は言った。ああ、そうでしたね。こういうことだけはこの事件について疑いのないところですね。ホームズは言った。この事件の中には3人の男がいるということです。若い男と念を取った男と、それからもう一人。その男についてはまだどんな男か私は手がかりがつかないでいるんですが。しかしとにかくその初めの2人の男ですね。それは例のロシア貴族とその息子とに化けてきた男であることは
申し上げるまでもないことでしょう。その男たちは、誰か家の中に加担した男がいて、その男の手引きで仕事をしたらしいと思うんですがね。探偵、あなたにちょっとご注意しておきたいことは、ここの案内のボーイですね。あれを捕らえてお調べになってみたら。何でも最近お雇いになったったというお話でしたね、博士。ええ、あの若造が見えないんですよ、今朝から。とトレベリアン博士は言った。今女中や料理番が探して歩いているんですがね。ホームズは肩をそびやかした。あいつはこの事件で少なからず重大な役目をしているんですよ、彼は言った。三人の男たちはつま先で階段を登ってきたんですね。念を取ったやつが最初で、それから若い男、それからそのわからないもう一人の男が一番後から。確かにそうだね、ホームズ君。と私は不意に思わず口を挟んだ。それは確かに足跡が重なり合っているのを見れば疑う余地はないんです。私は昨夜のうちにつけられた足跡を調べてみました。で、彼らはブレシントン氏の部屋の入り口まで登ってきたんです。しかし入り口のドア鍵がかかっていた。そこで彼らはどうしたかといえば、針金の力を応用してうまうまと鍵を回してしまったのです。というのは、ご覧なさい、拡大鏡がなくてもこの通り鍵の穴に引っかいたらしい跡があるのがわかるでしょう。これは針金を入れて回そうとした時についた引っかき傷に相違ないんです。ヤツ等は部屋の中に入ってくると、いきなりブレシントン氏に猿ぐつわをはめちまったんですね。ブレシントン氏は多分その時眠っていたか、でなければ目を覚ましていたにしても、恐ろしさで縮み上がって声を立てることもできなかったものに違いないんです。それにこの通りこの部屋の壁は厚いでしょう。ですから彼が一声や二声叫んだって、到底外まで聞こえはしなかったんです。ところで、ブレシントン氏を縛り上げちまってから、ヤツ等は何をしたかといえば、私の想像ではブレシントン氏をどういう方法で殺そうという相談をしたんだろうと思うんです。こういうふうな事件の時、大概はそういった順序を取るものらしいですね。しかもその相談はかなり長く続いたと見えて、この通りたくさん葉巻の吸い殻が捨ててあります。多分年取った男はそこの椅子に腰掛けていたんです。パイプで葉巻を吸ったのはそいつでしょう。それから若い男はそっち側にいて、引き出しの円、円は定本では円で、タバコの灰を落としていたんです。そして3番目のやつはその辺を行ったり来たりしていたんでしょう。ブレシントン氏は多分ベッドの上に座らされていたんだろうと私は思うんですが、しかしどれも片かじゃありません。やがて彼らの相談はブレシントンを吊るして首をくくらせようということに決まったのです。そこでヤツ等は何かのようにしようと思って持ってきた滑車を格子台を作るのに応用したんですね。その螺旋回しと螺旋とで、それをしっかりそこにくくりつけたんです。それからブレシントンをそこにぶら下げたんですね。こういうふうにしてすっかり細工を仕上げてから、彼らは悠々と入り口から出て行ったのですが、その後はちゃんと彼らの共謀者が家の中にいて、勘抜きをかけておいたものだと私は思うんです。私たちは非常に深い興味を持ってその前の晩の出来事の話を聞いた。ホームズはそれらの話を彼が説明してくれている時でさえ、私たちは気のつかないような小さな捉えどころのないようなことから推論して話してくれるのであった。探偵はやがて急いで例の案内係のボーイを探しに出かけていったので、ホームズと私とは朝飯を食べにブルックストリートに帰ってきた。僕は3時までには帰ってくる。ホームズは朝飯を済ましてしまうとそう言った。探偵と医者とが多分3時には僕たちを訪ねてくるだろう。僕はそれまでにまだ少し残っている小さな不明瞭な箇所をすっかり調べ上げてしまいたいんだ。そして彼は出かけていった。やがて彼が言った3時になると、私たちの訪問客はちゃんとやってきた。しかし私の友達が帰ってきたのは4時25分前のことだった。
私は彼が入ってきた時、彼の表情を見て、これはすっかりうまくいったんだな、とそう思った。何か変わったことがありましたかな、探偵。例のボーイを捕らえましたよ。ソリア、素敵な手柄です。私はまた例のやつ等の正体をひっつかんできました。何者だか分かったんですか？私たちはみんな一時に叫んだ。少なくもやつ等が何者であるかということだけは内定してきました。私の睨んだところによると、このいわゆるブレシントンという男も、それからブレシントンを殺した男も、共に探偵本部ではよく知られている男だったんです。やつ等の名前は、ビットルとヘイワード、それからモーファット、とこの3人です。ああ、それじゃ、あのウォーシントン銀行事件の発端人じゃありませんか。探偵は叫んだ。その通りなんです。ホームズは言った。そうするとブレシントンはシュートンに違いありませんね。そうなんですよ。ホームズは答えた。またどうしてあなたは、まるで鏡に映し出すようにはっきりそれがお分かりになったんです。探偵は言った。しかしトレベリアンと私とは、何が何だかわからないのでお互いに目を見合っているばかりだった。諸君は、例のウォーシントン銀行事件というのを知っているだろう。とホームズは言った。あの事件の中には5人の人物がいる。すなわち今言った4人と、それから5人目の男はカートライトと言ったんだ。トビンというその銀行の留守番を殺して、7000ポンドを奪って逃げたんだが、それは1875年のことだったんです。ほどなく5人の者はみんな捕まったんですが、愛憎なことに証拠がすこぶる不十分だった。ところがこのブレシントン、すなわちシュートンなる男が、この男がまあ一番悪賢かったわけなんでしょうが、たちまち寝返って密告しちまったんです。そこでブレシントンの密告のおかげでカートライトはとうとう首謀者というので死刑にされ、他の4人の者はそれぞれ15年間ずつの刑を着せられたわけです。が、やがてそれらの者も、おのおの特赦などにあって、15年経たないうちにまた社会へ出てくることになったわけです。そこで彼らは、自分たちを売って刑を着せたり、また仲間の一人を死刑にしてしまったりした男に、復讐をしようと計画したわけなんです。彼らは2度計画して、2度とも失敗したんです。そして3度目にようやく成功したわけなのです。と、まあ以上のようなわけなんですけれど、まだどこかお分かりにならないところがありますから、トレベリアン博士。いえ、実によくわかりました。と医者は答えた。そういえば思い出します。彼らが助かってまた社会へ出てきたという記事が新聞へ出た日、彼はひどく神経を痛めていました。そうでしょう。ですから彼が起こした強盗騒ぎなんか、みんな嘘なんですよ。けれど、どうして彼はそれを打ち明けなかったんでしょう。それは何ですよ。自分の昔の仲間がどんなに復讐心が強いかということをよく知っていたんで、できるだけ長く、誰からも自分の正体を隠しておきたかったんでしょう。それに彼のその秘密は実際ハレンチなものですからね。それを漏らす元気はなかったんですよ。しかしこうして彼が殺されてみると、彼は英国の法律によって保護されて生きていた人間なんですから、よし一度はその保護の盾を破られて殺されたとはいえ、英国の正義の剣は彼のために正当な仇を報じてやらなくてはなりますまい。ねえ探偵、以上の話がブルックストリートの医者とその家の入院患者とに関係した事件のあらましである。その夜から3人の殺人犯は菅研によって探索されたが、なかなか捕まらなかった。が、やがて彼らがノラ・クリーナ号というボロボロの船の乗客の間に混じってスコットランドの波止場に上陸した時、とうとう捕らえられてしまった。その船はつい 2、3 年前、オポルトウの北方数マイルのポルトガルの沖合で沈んでしまった。それから例の案内係のボーイは証拠不十分というので放免された。すなわちこれがいわゆるブルックストリートの秘密として有名な事件のあらましなのであって、今日までまだ公に発表されたことのないものである。